皆さんこんにちは、ゆきみわです。今日は映画神様の言う通りのジャパンプレミアがこの後行われます。これはですね、あの漫画原作の作品なんですけど、元々あのこの映像化が難しいって言われてた作品を三池崇史監督がメガホンを取られて、あの取られた作品なんですけど、やっぱりもともと映像化が難しかった分、ちょっと怖いなって思うところも多々あるんですけど、もうただ怖いだけじゃなくて、私も見ててついつい笑っちゃったりとか、ちょっとキャラクターというか出てくる人たちというか、だるまさんとかなんですけど、可愛らしいなって思うところもたくさんあって、ついつい微笑んじゃうようなところもあって、もう怖いだけじゃないし面白くて、でもラストの方なんてもうボロボロ泣いちゃうぐらい本当感動的なシーンがあって、この作品一つで笑えて泣けてドキドキワクワク満載の、そんな素敵な作品になっています。高瀬翔子ちゃんっていう役を演じたんですけど、主演の福士蒼汰さん演じる高畑俊君に、あの中学校時代自殺をしようとした時に助けてもらって、ずっと恋心を抱いているっていう、ちょっと乙女な役を演じさせていただきました。そうでした。アマちゃんの時に、あのお寿司屋さんのシーンぐらいで、あんまりがっつりご一緒することなかったんですけど、今回やっぱり結構ご一緒させていただいて、本当優しいお兄ちゃんみたいな方だなって思って、私兄弟が弟しかいなくて、ずっとお兄ちゃん欲しいなって思ってたんですけど、なんかそんな時に福士さんが現場でこうトランプを出して手品を見せてくださったりだとか、あと一緒に歌を歌ったりしてくださったんですよ。もうそれがなんかもう本当にお兄ちゃんができたみたいで嬉しくて、すごい楽しかったなって思います。だるまさんが転んだ。旬の中学時代の同級生、高瀬翔子役になります結城美桜さんです。高瀬翔子役を演じていただきました、結城美桜です。今日はお越しいただき本当にありがとうございます。よろしくお願いします。結城さんのね、お着物姿ですが、どうですか？着られて初めて来たんですけど、大人になったみたいですごい嬉しいです。15歳なんですよね。はい、そうです。ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、あの先ほどもお話ちらっと言いましたけれども、15歳ということで一番この中で最年少なんですよね。はい、でもこの映画ふと気づいたんですが、 R15 指定作品その場合ですと15歳未満の方が見れないのでギリギリ見られたわけですよね。どうでしたか、正直に。あの今ご覧になった時の気持ちというのは。私怖いのが大の苦手で、だから見る前はあのこれ見て泣かないかってすごい心配だったんですけど、でも実際見たら白熊さんのとこでクスって笑っちゃったりとかで、怖くて泣いたんじゃなくて感動して泣いたのがすごい印象に残ってて、この作品でこう笑えるし泣けるしドキドキワクワクの素敵な作品になってたなって思いました。素敵な監督だそうです。11月15日公開、神様の言う通り、皆さんぜひ劇場で見てください。バイバイ。